さっき川島について喜んでたんですけど、そっから行く車が全然なくて、今いる車がこんな感じで、もう見えないか。乗用車も2台くらいしかない。って感じだから、もうちょっとどうしようかっていう。で、一宮っていうのが近くにあるんですけど、そこに行くかどうかちょっと迷ってます。さて、僕たちは今どこにいるんでしょうか。養老ではございません。なんと名古屋駅に来ております。さっきの高島のところで、ある人に出会いまして、その人が名古屋駅まで送ってくれるってことなので、とりあえず名古屋駅に着いてそこからどうするかを決めてます。ジャスミンが服買い忘れたんでユニクロ。今までってさ、なんか目的地と違う場所の途中まででもいいって言われたときって、なんか断ってたの。今日はカップルがさ、途中までいいって聞いてきてさ、結局寒かったから乗っちゃったけど。いや、本当はいつもはなんかでっかいところまでって断ってるんだけど、なんかもうあの時も4時間いて寒すぎて、くそ寒かった。なんかあったかいとこ入るなって言われたのに、それね。言われてちょっと行っちゃったのが、まあ、間違いというか、まあ良かったというかね。でここに今いるわけよ。今回もさ、なんかこうハプニングいっぱいあってさ、まあ、変なところで降ろされちゃって、結局今名古屋駅に戻ってきたけど、なんかそれ今まで一番その辛かったというか大変だったヒッなチんハイクっか一て。番最初俺桜島ヒッチハイクが辛かったと思ったんだけど、なんか常に毎回ヒッチハイクで辛さを超えてきて、一番最初桜島がもう全然きつかったんだけど、2回目の北海道行った時は函館でもう夜漁港に着いて、そこからなんか歩いて、そこに特報に来るって言ったのが、もうなんかそこを乗り越えて、で、また三重行った時に、奈良に夜中に24時間やってないところに降ろされたから、そこもなんかちょっと死を覚悟した。で、今回また名古屋に降りたことで、かなりそうだね、ま今た乗り越えてきた。だからやっぱ面白いわ。確かに。近くのセブンで、先ほどの繊維を使って、高い食べ物とカップラーメンをいただいております。